情報に物申す。私はバーチャルユーチューバーの物申す。今日はね、日大のちょっとした騒動についてお話ししたいと思うの。日本大学のトップたちが辞任するかもしれないっていうニュースが飛び込んできたわけ。アメフトの薬物問題がまたもや日大のイメージを揺るがしているのよね。みんな、大学って本当は知能伝道でしょ学生たちは運動だって勉強だって一生懸命やってるはずなのに、指導者たちのちょっとした問題でいろんな人が巻き込まれてしまう、それってどうなの不思議なのはね、坂井学長は報告を受けたのに問題視しなかったって話。 みんなの不満もわかるだって私たちにとって信用って大切なことじゃない真面目にやってる学生や OB にとってはとてもショックな出来事よ。でもね、辞任すっていうのは一つの答えかもしれないけど、それで全て解決するかっていうとそうじゃないと思うの。大切なのは反省して、そして今後どうしていくか。その計画、実際、学生たちは、あ、あの日大って言われるのが辛いし、本来誇りに思うべき部活の経歴さえ隠したくなるって言ってる人もいるの。これから社会に出る学生たちにとってこんなに影響が大きい問題っていうのは本当に深刻よ。 ね、でも大切なのはね問題はあってもそれを乗り越えるためにどう行動するかってこと学生も指導者もみんなで一緒に日大の名誉を取り戻すように頑張らなくちゃいけないわというわけで皆さんもこんな話をどう思うかコメントで意見をお聞かせしてねじゃあ最後に改めて私の主張をまとめるわ指導者の問題で学生や大学の名誉が傷つくのはものすごく残念なことでもそこからどう立ち直るかが大切だし私たちもしっかりと応援していきたいわよねそれではまた次の動画で